境界線を越えていきたいし、クラシックとジャズっていう境界線も越えていきたいし、透明感も大事にしてるんですけれど、そういうのもあってもいいと思うし、いろんなところから要素を取り入れて新しいものをどんどん作っていけたらいいなと思います。